サマーリーグは夏季に開催される非公式の試合である。プレシーズンの一つで、米州ではアメリカメジャースポーツの登竜門に位置づけられる。米国の大学野球シーズン終了後の5月から8月にかけてリーグ戦が行われる。MLB の登竜門の一つ、アカデミー館による対抗戦として夏場に行われている。アメリカ合衆国のメジャーリーグ育成機関としての マイナーリーグの一員と位置づけられ、その最も位にあたるルーキーリーグクラスに相当する。このほか、メキシカンリーグも基本的には MLB とは別組織であるが、MLB からはトリプル a クラス相当に認定されているため抗議のサマーリーグと位置づけられている。NBA のシーズンオフに NBA や独立リーグのチームが集まり、いくつかのリーグに分かれて行われる。 若手が経験を積む場であり NBA の登竜門となっている。日本では日本バスケットボールリーグにおいてサマーリーグ構想が提唱されており2008年8月29日から31日に教育リーグとして開催される。2010年はさらにそれを発展させたサマーキャンプが行われる。バスケットボール女子日本リーグにおいては2006年よりサマーキャンプと題し、 WJBL チームの他に実業団も加えてリーグ戦を行っている。日本では V リーグでサマーリーグが開催されている。V リーグのチームが参加し、例年7月に一次リーグが9月に一次リーグの成績上位チームによる決勝リーグが行われる。全日本メンバーの合宿や試合時期と重なることが多いことから特に上位チームは 出場機会の少ない選手が中心のメンバー構成になることが多い。ありがとうございます。